北の大統領寺太遊寺は、大阪市北区太遊寺町にある高野山新言宗の寺院。震災国十三箇所、第二番札所。佐賀源寺の祖である、源の通るゆかりの寺で、古くから、当時付近の地名にもなっている。大統領寺とも記されることもあり、中近世の文書に多い。伝承によれば、公認十二年、空海がこの地にあった霊木から、 地蔵菩薩と美写問天を作成し、それを祀る草案を結んだことが、当時の始まりとされる。翌年には、佐賀天皇の直案により、空海が天皇の念次物である戦時観論を本尊として、正式に寺院としたと伝える。上和10年に、佐賀天皇の御子である、左大臣水本徹によって、境内地が広げられ、八丁四面の七動画欄が、混流された。その際、 三号を、加古山都市、源の通るの忌めなから寺名を大雄寺と改めた、上、陳寺者として、神の太志神宮も創建されている。以後は、何話の名刹として三景社で賑わった。慶長20年5月の大阪夏の神の陛下で、全勝するが、元禄年間に本堂など25の書道が再建される。1880年には、当時で、 国会規制同盟が結ばれて全国に自由民権運動が広まっていった。1945年6月1日の第2回、大阪大空襲により再び全焼してしまうが、本尊は無事であった。戦後になって、本堂、大市堂をはじめ20余りの道具が再興された。太遊寺は、曽根崎東の交差点から東へ200メートルにあり、梅田の東部にあたる。周辺は、 梅田の歓楽街になっており、近くには映画館やラブホテルが複数存在する。同じ町内に寺が4つある。かつては関西テレビ放送の本社も近くにあり、番組に関連したイベントを境内で行ったことがある。ありがとうございます。